皆さんこんにちは。大変にお待たせしました。今日は、いわゆる共謀罪法案、組織犯罪処罰法の改正案について、というシリーズということで第1回目となります。もう衆院は本会議まで通ってしまってですね、いよいよ来週の月曜日から参院での審議が本格化すると、そういうタイミングでありますが、いろんな問題点も多く指摘されている法案でもあります。で、本日は、一橋大学の葛野博之先生に、来ていただきました。葛野先生は現在一橋大学大学院法学研究課長、また法学部長をお務めになっています。刑事法の専門家でいらっしゃいます。で、葛野先生は、反対の、立場から今日はお話をしていただこうと思っております。1時間程度話していただいて、その後質疑応答と、そういう形になってますので、よろしくお願いいたします。申し遅れましたけど、私は、本当クラブの企画員の東京新聞瀬口と申します。よろしくお願いします。では先生、よろしくお願いします。一橋大学の葛野でございます。本日はこのような機会をいただきまして、大変嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日の私のお話なんですけれども、このような構成でお話ししたいというふうに思います。まず最初、包括的な、今回の法案のような包括的な共謀罪の創設は必要ないのでないかということを指摘します。で、その上で、不要なばかりか、むしろあまりに危険であると、危険すぎるというようなことをいくつかの局面についてお話ししたいというふうに思います。で、結局この共謀罪法案がですね、あるいは共謀罪が、むしろ私たちの自由な民主的社会の基盤を切り崩すことになってしまわないかというようなところを、指摘したいというふうに思います。で、法案をめぐる現況ですけれども、これはご存知の通りだというふうに思います。政府は可決成立に対して、極めて積極的な態度を取っています。で、興味深いのが最近の世論調査の結果でございます。すいません、最近の世論調査の結果でございます。共同通信の世論調査によるとですね、むしろ反対の方が多くなっていると。で、強行採決は不当であるとか、興味深いのが政府の説明が不十分であるという意見が非常に多いですね。今日の朝日新聞を見ましても、審議が不十分だというのが 60% で、賛成が、すいません、賛成が 30%、 反対が 35% となっています。むしろ反対意見がですね、審議が進むにつれて増えているという状況があります。ですから、やはりこの法案の内容についてですね、正確な理解を共有して、本当にこの法案を可決成立させるべきなのかということについて、自由なですね、幅の広い議論をしていく、もっと慎重にしていく必要があるだろうというふうに考えております。で、注目されるのが、国連のプライバシー特別報告官が非常に強い懸念を表明したと。これもすでに報道されておりますので、皆様ご存知の通りであります。やはり組織的犯罪集団という概念であるとか、計画準備行為という概念、これは今回の法案のキーになる概念ですけれども、それが非常に曖昧であるから、広い範囲にわたって社会的な活動が萎縮していくのではないかということを指摘していますし、もう一つ、これは私もこれから指摘いたしますけれども、計画や準備行為を立証するために必要とされる捜査ですね、起訴前の、その対象者の監視活動によってプライバシーの侵害が拡大するのではないか、でそれに対する十分な方策が講じられてないのではないかというのは、やっぱ本質的な批判だというふうに思います。どうも日本政府はこの、懸念に対して、抗議をしているということですけれども、むしろこれは本質的な問題ですので、正面からですね、丁寧な言葉でですね、答える必要があるだろうと。
そうすることが国際社会の中でも信頼を獲得する道だろうというふうに考えております。で最初、まずテロ等準備罪の本質は共謀罪、これはもう皆さんご存知のことだと思いますので、簡単に今回の法案においてテロ等準備罪と名付けられました犯罪の成立要件、まとめてみるとこういうことですね。テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、または同集団に不正権益を獲得維持拡大させる目的で2人以上で犯罪を計画し、そのうち誰かがですね、いずれかの者が計画した犯罪を実行するための準備行為を行った時に犯罪が成立して処罰すると、そういうことになっております。計画に加えて準備行為が成立要件とされています。しかし準備行為というのは、これは刑法上の概念なんですけども、既遂に至らない未遂がございますね。その未遂の前段階として予備という段階がございます。例えば殺人の目的で凶器を準備した、それで予備の段階になるわけですけども、その予備にも至らないような犯罪を実行するための行為であれば足りるとされています。それ自体として犯罪結果を発生させる危険性があることを必要としておりません。だから日常的な普通の行為、お金を下ろすとか、どこかに移動するとか、メールを送るとか電話するとか、そういったものが準備行為となりうるわけですね。ですから結局は犯罪の実質はどこにあるかというと、その計画にあるわけですね。でその計画は共謀、これまで共謀とされてきたものと実質的には同意でございます。でテロの計画準備というのは、今法案が処罰と捜査の対象とするもののうち、実はごく一部に過ぎません。テロ関係とされたものが277のうち110だと言いますけれども、実際にですね、その110のうちでも現実に捜査や起訴されて処罰の対象となる行為で、テロと関係しているものはあったとしても非常に限られたものでしかないだろうというふうに思います。だから、テロ対策と無関係とは言いませんが、テロ対策というのはほんのこの法案の一部でしかないと、その意味で、この今回の法案の性質、性格をですね、正確に表現すれば、むしろ包括的な、その非常に広い範囲で、包括的に共謀罪を創設する、そういう法案であるというふうに言えます。その点においては過去の法案と程度の多少の差はあるけれども、程度の差はあるけれども、基本的な性格は変わっていないというふうに考えます。で包括的な共謀罪の創設は私は必要ないというふうに考えております。これはちょっと2月にですね、私も呼びかけ人の一人となりまして、刑事法研究者の反対声明というものを発しました。これは世界の4月号に掲載されておりますし、また、ウェブでもですね、京都大学の高山教授のサイトで公開しておりますが、ここでやはり今このような包括的な共謀罪立法は不要であるということを確認いたしました。まず第一に、これは政府が立法の必要性の根拠として挙げている国連条約ですね、TOC 条約の批准のために必要か、これは必要とは言えないだろうと。確かに条約の一条項にですね、計画や参加を処罰する規定、処罰するしなければならないと、処罰するという規定があるんですけれども、これ国際条約というのはさまざまな法制度や法的な伝統を持った多数の国ができるだけ多く参加する、特にこの条約はですね、多くの国が参加することによってこそ、効果を発揮するようなものですので、と言いますかね、そのある種の柔軟性といいますか弾力があるんですね。ですからこれ条約全体を見ると浮かび上がってくるんですけども、その国内法の基本原則に従って、効果的な国際犯罪対策を取ることが条約の眼目であってですね、
こう一つの条約のにこだわると全体をこう見失ってしまうことになるというふうに思います。でまたこれもこれまで指摘されてきた通りですけれども、国連の立法ガイドによればですね、共謀罪参加罪のない国はそれらを導入しなくても、有効な措置を講じればそれで足りるんだということを言っています。で実際ですね、この条約に参加するために共謀罪立法をした国は2カ国だけです。でしかもそれらの国は日本と違って、これ後で少し言及しますけども、日本と違って早期処罰、その予備だとか、計画などの早期の処罰を非常に限定している国、そういう法的伝統のある国だったんですね。そこが注目されますし、アメリカでもですね、州によっては共謀罪という、州ごとに刑法を持っていますが、共謀罪を持ってない州もあると。そういう国であれば、すいません、そういう州もあるということから、留保をつけて批准しております。で日本もですね、例えば共謀罪、包括的な共謀罪立法はしなくても、こういうような現行法で、あるいは現行法の一部手直しで十分効果的な、国際組織犯罪対策は、可能なんだということをきちっと明らかにして、そこをしっかりと説明した上で、批准するということは私は十分可能だというふうに思っております。で実際ですね、日本政府ももともとは、共謀罪を創設しないで、批准するというような立場を取っていたようですね。それがなぜか理由ははっきりしませんが、転換したということを聞いております。で次がですね、その効果的な組織犯罪対策となるか、そこに少し疑問があるということですね。これは高山さんが最近出された岩波ブックレットの中でも非常に説得力ある議論を展開しておりますけども、今組織犯罪の対策をしようとしたときにきちんと抑えなくちゃいけない2つの類型の犯罪がなぜか今回の法案から除かれているということですね。いわば公権力を不正行使するような類型、ここに挙げたようなものです。あるいは民間の職ですね、商業賄賂と言われるそれらの経済犯罪が対象からきれいにこう除外されているというんですね。そうすると今国際的な組織犯罪対策を効果的にやろうとすると、やはり、公権力と結びついた組織犯罪、あるいは民間の一般の経済活動にこう食い込んでいくような組織犯罪、そこがやっぱりむしろ中心になるはずですので、これらを除外しているということから本当に効果的な対策となるのかというのは疑問であります。もう一つはこれは今回の法案がそこで何かおかしな打ち出しがあったのかなというふうに私は理解しているんですが、テロ対策だと、2020年のオリンピック・パラリンピックのために効果的なテロ対策が必要だ、そのためにこの立法が必要だということが言われました。しかし私はテロ対策として今回の立法が必要だと、包括的な共謀罪立法が必要だというふうには考えません。まず第一に、テロ対策の国際的な枠組みはこの国連組織犯罪対策条約じゃなくてですね、もっと違う枠組みがあるんですね。テロ対策の5つのテロ対策の国連条約、その他8つの国際条約についてすでに日本はすべて批准しております。そのための国内法の整備も済ませております。でオリンピック開催が決まった翌年にはですね、テロ資金提供処罰法が改正され、テロ目的の資金、土地、建物、物品、役務その他の利益の提供を全て包括的にですね、処罰することとされました。テロの準備行為はまずこれでカバーできるだろうというふうに考えます。でさらにはですね、最近の傾向、判例の傾向を見ますと、違法な目的を持って、敷地あるいは、住居に立ち入ったと、建物の中に立ち入った、あるいはですね、違法な目的を持って、物品を交付させた、
それをですね、住居侵入や詐欺罪として広く処罰する傾向が顕著でございます。ご存知のようにですね、例えば銀行の預金通帳を他人に譲渡する目的で口座を開設したり、あるいは暴力団関係者がですね、その旨を隠して口座開設すると、その銀行から通帳を騙し取ったというので詐欺罪の成立を認めてるんですね。新聞などでも出ましたように、例えば暴力団員であることを秘匿してゴルフ場を利用すると、それも詐欺罪だということですね。であるいはこう、まあ、とにかくそういう形で実質的に見ると、別の目的を持って別の何て言いますかね、処罰の目的を持ったものが非常に早い段階で、いや、今のようなものはある意味早期の準備的な行為ですよね、あるいは予備的な行為ですね。それをこういう形でですね、広く処罰する傾向が顕著にございます。でしかもですね、これは明治以来ですね、ごめんなさい、これはちょっと後でします。しかもですね、共謀罪の法案は単独のテロには対処できません。ホームグローンテロとか、言われるものには対処が難しい、できない、そもそも対処になりませんね。ですから、どうもテロ対策としても本当にこれが効果的なのか、そのために必要なのかというのは疑問であります。でむしろ報道にありました、東京新聞ですかね、むしろ国際組織犯罪対策を推進する条約を多くの国に批准してもらうために、いわばこう政治家にですね、売り込むためのキャッチフレーズとしてですね、テロ対策だということを打ち出したというようなことが言われております。だからその枠組みになんかうまく乗せられているというふうな気がします。で私はですね、テロ対策は必要であるし、組織犯罪対策も効果的なものが必要だというふうに考えますが、そのやり方ですね、一体どういう行為が処罰の対象とするべきなのかということをですね、具体的な行為を想定して、現行法による対処ができないんだろうか、で予備以前の早期処罰がどうしても必要なのかどうかということをきちんと具体的にですね、地に足をつける形で積み重ねていく必要があるというふうに思います。仮に対処が必要な行為があったとしても、現行法はですね、すでに未遂以前の早期処罰を非常に広く認めております。ここに挙げましたように、予備、陰謀、共謀、準備について合計72で処罰規定を持っております。重要な犯罪はほぼカバーしているんですね。でさらにはですね、共謀共同正犯という法理が明治以降判例によって認められておりまして、犯罪の実行に着手しなくとも、あるいは予備行為を自ら行わなくても、その共謀に参加しただけで、実行したもの、あるいは予備行為を行ったものと同じように処罰される、正犯として処罰されるという、そういう法理があるんですね。ですから、やっぱこう準備行為ではなくて予備行為が行われれば、共謀共同正犯としての、処罰が可能になってくるわけですね。そういう、こう日本法の、まあ、現状の在り方を考えますと、現行法の一部修正によって対処が可能でないかと、このような包括的なですね、パッとこう、広範な、網をかける共謀罪立法ではなくて、現行法を、この部分について一部修正しようという形で対処が可能なはずだというふうに思います。で次に、不要なばかりか、むしろ、危険性が大きいというような話を何点かにわたってしたいというふうに思います。まず第一に、共謀罪は処罰の範囲を不当に膨れ上がらせるというふうに思います。犯罪成立の限界を非常に曖昧不明確なものにします。しかもその処罰の範囲は過度に広範であります。そのことによって、犯罪の処罰は明確な法律の規定によって適正な範囲でのみ許されるべきだと
する財刑法定主義の実質的な要求、これは憲法的な要求、これは最高裁の判例も認めるところでありますけれども、その要求を実質的に満たしていないというふうに考えます。まず計画という概念ですけれども、これは犯罪の遂行について具体的な防御を行うことを意味しておりますが、これまで判例が認めてきた共謀共同正犯における共謀と同義と言えましょう。この共謀という概念非常に曖昧でございまして、例えばですね、その共謀の対象となった犯罪行為について日時場所方法などの具体的内容の特定は不要だというふうにされております。予防のための早期処罰を徹底しようとすれば、当然ですね、計画の具体性も希薄化していくはずです。だ計画という概念が非常にこう曖昧で不明確なものになっていきます。でさらにこれまでの、共謀に関する判例によればですね、意思を合致させるための言葉や行為がなくても暗黙の了解で成立するというふうに言われています。ある判例によればですね、暴力団の組長であれば、組員がですね、自分が外出するときに拳銃を所持して自分をガードするということを認識でしてたはずだろうと、認識してたにもかかわらずそれを黙認していたんだから、拳銃所持の共謀があるというような、そういう程度で共謀が認められる、まあ、それが計画についても同じようなことになるだろうというふうに思います。で準備行為というのは、先ほど言いましたように、口座から、預金を引き出すとか、金製品、危険物に当たらない物品を購入するとか、電話をする、電子メールを送る、乗車券を手配するなど、日常生活の中で私たちが普通に行っている行為なんですね。でそれが計画と結びつけられれば準備行為というふうに見られるわけであります。これらは非常に曖昧で不明確な概念だというふうに考えます。で申し上げるまでもなく、近代刑法はですね、やはり自由、人々の自由をどう保障するかという課題の中で、内心の処罰を克服して、処罰の対象は行為に限定すると、しかも、有害な結果を発生させた既遂の処罰が原則で、未遂予備、前段階たる未遂予備の処罰は例外として位置づけてきました。で、その予備のさらにですね、前段階になるのが陰謀や共謀や準備という段階ですけども、これらが認められるのは特別に重大、特に重大殺人などですね、特に重大な犯罪についてどうしても必要だというような場合に限定して、認めてきたものであります。それを今回の法案はですね、227、数え方によれば316あると言いますが、それらについて非常に広い範囲で包括的な処罰範囲を、早期処罰をしております。だから277の犯罪それぞれについてですね、なぜこんなに早い段階で、予備にも至らない段階で早期の処罰が必要なのかについて、きちんと検証はされておりません。確認なくですね、包括的な共謀罪処罰をしようとしているわけであります。そうすれば当然ながら、それだけ早い段階で処罰する必要がないものを多く含んでいることになります。その検証なくやっているわけですね。一気に広く処罰の枠に取り込むので、過度に広範な処罰をしていると言わざるを得ません。ここはもう国会などでも十分議論されてきた、かなり議論されてきたことなので簡単に済ませますけども、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団という概念は、これもですね、運用次第では、その一般の会社がですね、途中からそれに変容する、あるいはこう、市民運動団体がですね、ある時からその組織的な、業務妨害を行ったということで、そのような団体に転嫁するという可能性が十分あり得るので、有効な限定になっているというふうには思われません。で次にですね、むしろ私はこう非常に懸念しているのが、実際にですね、起訴されて有罪となって刑罰を科せられる例がたとえですね、さほど多くなくても、
まあ、もちろんそれでもある種萎縮の効果というのは生じるわけですけれども、むしろですね、このような非常にこう早期人々のこう日常生活あるいは日常的なコミュニケーションの自体をですね犯罪としていくような包括的な共謀罪立法をすることによって、それを根拠とする捜査権限の広がりですね、ここで捜査権限の拡散、あるいは日常生活あるいは日常的なコミュニケーションの中への浸透、そこに大きな危険があるというふうに考えます。犯罪捜査の発動、捜査権限の発動根拠は犯罪の嫌疑、疑いでございます。で、嫌疑があるかどうかの判断は第一次的には捜査機関によります。で、しかもその犯罪自体が先ほど言いましたように計画準備というのが曖昧な概念、不明確な概念ですので、その計画準備の嫌疑、疑いというのはさらに一層曖昧で不明確なものであります。そうであるがゆえに捜査権限が、疑いがあるんだと、あると言ったらあるんだということで恣意的に発動される危険があるというふうに思います。で、政府はですね、計画の疑いがあるだけでも任意捜査は可能なんだと。任意の捜査、例えばですね、尾行とか張り込みなどの、あるいはこう、任意の事情聴取、その他の、任意捜査は可能なんだというような立場を取っております。まだその準備行為がなくてもですね、いわば将来の準備行為に備えてですね、計画段階で捜査を始めるということが可能なんだということを言っております。そうなるとですね、まさに計画というのは、計画があったかないかというのは非常にこう不明確なものですので、曖昧なものですので、その疑いによって捜査権限を発動できるということになると、恣意的発動の危険は一層高まります。で、考えてみるとですね、共謀罪というものを作ってそれを効果的に運用しようとすれば、相当に早い段階から捜査を始めていないとそうできないわけですね。未遂予備に至らない計画準備段階での処罰が目的なわけですから、準備行為、しかも準備行為というのは日常的な行動であって、計画と結びつけられて初めて計画実行のための準備行為と認められるわけですから、その計画の疑いがあるというふうに認めた段階で、捜査機関は計画に参加したであろう、その疑いを持った人たち、人々の団体メンバーの日常的な行動、あるいは日常的なコミュニケーションを継続的、網羅的に監視していく必要があります。で、そういう継続的、網羅的な監視追跡の中で、準備行為を発見したときに、まさに共謀罪が成立したとして検挙可能になるわけですね。だから準備行為がなんていうかな、あった段階で効果的に検挙しようとしたら、その前からずっとこう見てないといけないと、目を光らせてないといつその分からないわけですよね、どこで準備行為があるかというのは。で準備行為があれば、ケースによっては強制処分、強制的な手段を用いた捜査が用いられることになるだろうと、こうしてこそですね、準備行為段階での検挙が可能になるんだと。だから共謀罪というのは必然的にですね、非常に早い段階からその団体の計画に参加したと疑いを持たれた人々の日常的な行動、あるいは日常的なコミュニケーションを非常に広く、継続的、網羅的に監視し追跡していく、そういう形での捜査権限の発動を不可避的に要求するものだというふうに考えます。そうでなければ共謀罪というのは決してですね、かな、有効に運用できないですね。で、共謀罪、もう一度確認しますと、予備にも至らない計画準備の段階にまで処罰を前倒しし、日常生活の中に処罰の網をかけるものです。で、捜査対象はまさにそのような計画準備なので、捜査の対象がですね、まさに日常的な行動やコミュニケーションに広く深く及んでいくことになるわけですね。
でこれまでもしばしば報告されておりますけども、行政警察活動の一環としてやっぱ犯罪予防のためにということで警察は市民運動団体などを監視しその情報を収集してきたということが報告されております。で共謀罪ができるとそのような活動が今度は正面からですね犯罪捜査として、できると、その決して問題のある活動ではなくて犯罪捜査なんだから正当な活動だということでできるようになります。で犯罪捜査であれば任意処分としてもうさらにその範囲が広がっていくだろうし、用いられる手段もより強度なものに、これまで の行政警察活動のとして行われてきたものよりもさらに強度になっていくのではないかと思われます。さらにはですね、犯罪捜査として行われるときには任意処分のみならず強制処分も可能になります。後で申しますように電話通信の傍受であるとか、そういった強制処分も可能になるということになります。で計画というのはまさにコミュニケーションによってですね、その明確外にあられるコミュニケーションによらなくても暗黙の了解でできてしまうんですけども、そのコミュニケーションを対象によって成立するものですので、その計画を操作しようとしたら当然ですねコミュニケーションが操作対象になるわけですね。で近似IT が発達普及することによってコミュニケーションの手段が一気に多様化しましたし、その範囲が世界的規模で拡大しております。でこれらに捜査の目が光るというのは捜査範囲が本当にこう拡散していくことになるんだろうなというふうに考えます。で準備行為というのも先ほどから繰り返しておりますけれども、日常的な普通の行為なんですね。それが計画と結びつけば準備行為だというふうに認められるわけですから、人々のその計画に参加したと疑われた人の日常的な行動すべてがですね、監視や追跡の対象にならざるを得ないわけですね。そのように考えております。だから結局捜査権限がですね、本当に日常生活の中に、あるいは日々のコミュニケーション的行為の中に広く広がっていくし、深く浸透していくんだろうというふうに思います。でしかもですね、そこに用いられる手段というのが、特にこれ先ほど言いましたように犯罪捜査が任意手段、任意処分を超えて、任意的な手段を用いる任意処分を超えて、裁判所の令状によるものですけれども強制処分という類型があるんですね。で共謀罪ができたときに、用いられるであろう強制処分として想定されるものが非常にこう乱用の危険を強くはらんでいるものだというふうに思います。典型的にはですね、通信通話の傍受でございます。その計画というのは先ほど言いましたように人々の日常的なコミュニケーションの中で行われるものだということになると、そのコミュニケーション手段として、今重要なものとなっている通話や通信の内容を、傍受するということが必要になってくる場合がございます。例えばどの範囲で計画がなされていたのか、その計画に参加した範囲を知るためにですね、そうでないかと疑いを持った人たちの、電話ですとか電子メールを傍受するというやり方が、考えようによっては非常に効果的だというふうに思います。すでに捜査関係者の中から共謀罪ができたら通信傍受ができなければ共謀罪捜査なんかとてもできないよというような声が上がっております。これらがですね、そのために用いる電話や電子メール、あるいはその LINE や Twitter、Facebook などのソーシャルネットワークサービスの内容を探知するための強制処分としての傍受が広がっていくだろうと、必然的にそちらに今度は共謀罪ができたらその効果的な捜査のためにというので、その範囲を広げるような動きが出てくるように思います。で実はですね、2016年の刑事訴訟法の改正でその範囲が劇的に拡大しました。これまでは
典型的な重大組織犯罪に限定されておりましたけれども、窃盗や、詐欺、傷害などの犯罪を対象とできることになりました。これらはですね、一般刑法犯の認知件数の 80% を超える範囲なんですね。じゃあ非常にその範囲が拡大しました。だから通信傍受をですね、捜査手段として積極的に活用していこうという方向がもうすでに打ち出されているわけでございます。で、共謀罪ができたら当然、共謀罪もその対象にしようということになるだろうと思います。で、しかもですね、その2016年の改正によって範囲が拡大しただけじゃなくて、まさにこう積極活用するための足かせを取ってしまったんですね。その足かせは何かというと、その傍受手続きのを大胆に簡略化したんですね。これまでは捜査機関が通信事業者の施設に行って、でその立ち会いのもとにリアルタイムで傍受をすることだけが認められておりました。そこからですね、通信事業者の施設でなくても捜査機関にですね、やっぱ暗号をかけた信号を送って、それを複合して傍受する、でさらにはそれを記録して後で再生して傍受するというようなことも認められました。でその場合ですね、通信事業者の立ち会いも不要だということになって、これはですね、これまでも指摘されてきました、その通信傍受の乱用の危険というのを一気にですね高めた、現実的なものにしたというふうに思います。それが非常に広範囲にわたる人々の日常的な生活やコミュニケーションに広がっていくような共謀罪について用いられることになると、その乱用の危険というのは非常に高いまるというふうに思います。でさらに他の捜査手段もですね、積極的に活用されることになるでしょう。で、私ここで一つだけ指摘しますと、今は認められていない室内会話の傍受ですね、会話盗聴と言ってもいいですけども、室内の会話に、盗聴器をつけてですね、それを聞くと、例えばその団体の事務所に盗聴器をつけると、そういうような、捜査もですね、共謀罪捜査を有効に行う、効果的に行うためには必要だということで求められてくることになるだろうというふうに考えます。これはですね、電話の回線や、期間を限定して、かつ無関係会話であれば傍受をやめるという、そういうですね、切断するというような通信通話の傍受以上にですね、全ての室内会話が傍受の対象になるわけですから、必然的にですね、無関係な会話を含んで来ることになるだろうというふうに思います。国連の特別報告官の監視の拡大によるプライバシー侵害の広がり深まりというのは、まさにこういうことを考えているんだろうというふうに思います。でさらにですね、これもちょっと簡単に済ませたいと思いますけども、やはり対象になっているのが組織的犯罪集団、それは団体であります。複数人の結合体なわけですね。そうするとその団体の活動として、その、を明らかにするとですね、計画や準備行為があったかどうかということを解明しようとするとですね、その団体の構成員の一部、1人なり2人なり、その供述をですね、いかに多く引き出すかというのが決め手になってくるだろうというふうに思うんですね。そうすると私はそこにですね、虚偽の供述がなされて、その計画準備の疑いをかけられた被疑者や捜査を経て起訴された被告人がですね、の虚偽の供述によってですね、計画や準備に関与していない無実の人がそこに参加したという責任を問われる危険性、あるいはですね、何らかの形で仮に関与していたとしても、実際よりもより深く関与されたとして不当に重く責任を問われる危険性という、その二重の意味での誤判の危険というのが生じるように思います。
で犯罪の計画、何度も言いますように外部に現れる行為ではありません。2人以上の意思の合致によって成立します。で団体内部の外から見えない、聞こえない、まあ、もちろんその通信なども通じてですね、あの、のも含めて見えない聞こえない場所で行われるのが通例でございます。そうするとですね、計画を立証するための重要な証拠として、物的客観的な証拠だけで立証するのはなかなか難しいだろう。そうなると参加したとされるものの、自白であるとか、あるいは、あの人がこのような計画をに参加していたというような他者の供述ですね、別人が他者が、計画に参加していたというような供述が重要な証拠となりうるものであります。で他者の関与を内容とする供述は団体が日常的にどういう活動をしていたのかということを把握するためにも重要であります。でここで、問題になるのが、これもあの2016年の刑法改正で導入されたものですけども、あの協議合意制度といわゆる司法取引と言われるものでございます。でこれがですね、あの捜査機関が自らも計画に参加したものに対して他者の計画への関与について、共有させようとするときに非常に有効な手段となりうるだろうと思います。この協議合意制度というのは、検察官や検察官が受験した司法警察員とすでに刑事事件の被疑者被告人となっている者とが協議相談をしてですね、話し合いをして、そして検察官が不起訴だとか軽い犯罪による起訴、軽い求刑などの恩典を与える、その約束をするんですね。その見返りに他者が犯罪に関与していたことを供述する、そういう制度でございます。で協力者たる被疑者被告人は、まあ、通常想定されるのは共犯者であります。まあ、自らも参加していたけども、自分だけじゃなくてあの人もこの人もあの人も参加してたと、こういう形で参加してたという形の供述を得ようとするための、手段となるわけでございます。で現在対象となっているのは詐欺、贈収賄、一定の経済犯罪、薬物銃器犯罪などなんですけれども、まあ、共謀罪の対象犯罪と重なっておりますし、共謀罪法案がもし成立するとですね、協議合意の範囲をさらに広げようというような動きも起きるだろうと思います。で、検察官がどういう時にやっぱ取引を持ちかけるかというとですね、その提供する供述や証拠によって、計画の首謀者や組織の上位者などより重要な人物の刑事責任を確実に、あるいはより重く問おうと考えた場合ですね。典型的にはあの組織暴力団の組長の関与をですね、会の構成員に供述させると、でその見返りに不起訴にするとか軽い、罪で起訴するとか、軽い求刑をすると、そういうことですね。でここには虚偽供述をする誘因が強く働きます。捜査後半に協力する被疑者被告人は、自分にとってですね、より有利な恩典、より大きな恩典を得るために検察官の期待に迎合しようとする、そういう危険がはらんでいる、そういう危険をはらんでいるわけでございます。より重要な人物とされる他者を無関係な犯罪に巻き込み、あるいはさらに重い責任を負わせようとするような供述をする危険性がある。そうすることによって検察官の期待により、強く応えてより大きな恩典をもらおうということであります。で恩典が大きくなればなるほどこの危険性が増すわけでございます。でここにはまさに巻き込み、もともとですね、あの共犯供述、共犯者の供述には巻き込みの危険があると、事故の責任を少しでも軽くしようとして無責任な、無関係な他者に責任をかぶせる、あるいは他者により重い責任を負わせようとする危険があるというふうに言われてきました。その巻き込みの危険がですね、この協議合意制度の中によっていわばこうきちんと制度化されることになるわけですね。で、そのちょっと技術的な問題を含みますので、あの後でまたご質問いただければあの答えますけども、この巻き込みの危険をですね排除するというのは実は非常に難しいんです。難しいんです。あの反対尋問で、
きちんと弾劾するとか、あるいはこう弁護人が関与してるんでいいからいいじゃないかなんてことが言われますけども、それらが有効なものにはなりませんね。その確かに協議合意の過程に弁護人が関与するんですけども、その関与する弁護人というのは協力者の弁護人なんですね。あのその供述によって責任を問われることになる人の弁護人、標的となった他者の弁護人ではありませんので、あの協力者からすれば自らの責任を、いやより大きな恩典を得るためにいわば有利なものなので、弁護人の存在がなんていうかな、誤判を防ぐ有効な歯止めになるというふうには思えません。で、協力者が虚偽の供述証拠を提供した場合は処罰されるという規定がありますけども、しかしそのような供述や証拠の提供というのはもともと検察官の期待に沿うものだったわけですね。だからこそ恩典を出してまで、不起訴などの恩典を出してまで供述させよう、証拠を提供させようとしたわけですよね。でそのような供述証拠が得られたときに、果たして、検察官がですね、積極的にその虚偽を暴いて、協力者を訴追し処罰しようとするかというのは、本当に疑わしいところでございます。むしろですね、協力者は処罰の可能性を恐れて虚偽の供述を頑なに維持する、そういう逆の危険があるんじゃないかというふうにも思います。で、共謀罪捜査のための共犯者供述が必要だということになると、虚偽合意制度をここで積極的に活用して、そのような共犯者供述を獲得しようと、でそれによって計画に参加した人を広く確実全体をですね、広く確実に処罰しようというふうな方向に向かっていくことになるだろうと。そうなると、先ほど今言いました虚偽の巻き込み供述による誤判の危険性というのがこう拡大していくわけでございます。で、共謀罪法案には実行着手前に自首した者の刑の必要的な減免の規定がございます。で、これがですね、協議合意制度と結びつくことにもなるだろう。で、検察官がですね、刑の減免を期待して自首した被疑者被告人に対して不起訴、さらに大きな恩典を提示するわけですね。起訴しないとか、これ一番ですよね。大胆に非常に軽い求刑とか非常に軽い犯罪でしか起訴しない、そういうようなですね、さらに大きな恩典を提示して協議を持ちかける。で、その人が自首した人がさらに大きな恩典を得ようとして他者の関与について供述すると、で両者の間に合意が成立すると、そのような合意に基づく虚偽の巻き込み供述の危険というのは一層広がるように思います。で、ちょっとここは後でまた質問があればお話したいというふうに思いますけれども、いずれにしてもですね、自習の必要的減免だとか、協議合意制度で、さらにはですね、反対尋問の効果をかなり大きく損ことになる承認法措置の拡大強化、それらが結びつくとですね、虚偽の巻き込み供述、俺だけじゃないんだ、あいつもこいつもあいつもやったんだっていう形でですね、捜査機関の期待に迎合する形で他者を巻き込んでいく、さらには、実際以上に重い責任をかぶせていくような、巻き込み供述による誤判の危険というのは非常にこう広がる、大きくなるというふうに考えます。で、ちょっとまとめになりますが、共謀罪は処罰の範囲を非常に膨張させます。処罰、犯罪の予備にさえ至らないような、もともと予備処罰自体が非常に例外的なものだったんですけども、予備にさえ至らないような計画準備を包括的に処罰の枠に取り込みます。で、さらに、それに基づいてですね、その計画の疑い、計画準備の疑いがあるということで発動される捜査権限を、人々の日常生活、日常的なコミュニケーションの中に広く拡散させ、深く浸透させることになります。その結果ですね、人々は、もしかしたら自分は捜査対象になるかもしれないな、やっぱりそれは嬉しいことではないと思うんですね。むしろ非常に嫌なこと、もしかしたら
起訴されて処罰されるかもしれないな、そういう不安にとらわれることになると思います。でここで重要なのは、実際にですね、捜査対象となって、起訴されて処罰の可能性に直面することにはならなくてもですね、実際に捜査対象になってなくても、そうなるかもしれないと、なるかもしれないと思っただけで、そういう不安をですね、そういう不安を持つ人々は非常に広がるように思うんですね。これはもうすでにそういうような動きが、私は日常的に若者と接しておりますと感じる時がございます。これは正直な話でございます。多くの人はですね、自分は犯罪と関わらないから無縁だと、そんな心配しなくていいよと、自分は関係ないと。しかしですね、まず第一にやっぱり IT が発達普及し、コミュニケーションが多様化する、その範囲が劇的に広がる、その中でこの現実的な可能性は私は否定できないように思います。自分自身がですね、直接計画や準備に関与してなくても、所属している団体の一部のメンバー、知らないと、自分の知らないところでその一部のメンバーが計画準備を行った、計画をしたというふうな疑いをかけられて、でその団体がですね、組織的、そのことによって組織的犯罪集団に転化したというふうに認められて、計画に参加したのではないかという、ね、自分は本当は参加してなくても、そういう疑いをかけられて捜査の対象になること、それはですね、IT やの発達普及の中では現実的なものになってきているというふうに思います。でさらには、先ほど言いましたように、本当になるかもしれないと、そうなるかもしれないという不安はですね、非常に広い範囲に及んでくるだろうというふうに思います。で特にですね、そういう不安を感じる人というのは、とりわけですね、公的な問題について少数意見、反対意見の側に立つ人々の方が、自分がもしかしたら捜査対象とされるかもしれない、そして日常的な行動やコミュニケーションが監視追跡されるかもしれないという不安を感じやすいようでございます。そのことは否定できないというふうに思います。で憲法学の知見によると、テロ、例えばアメリカにおいてですね、テロの処罰と捜査がこう9.11 以降ですね、広がったと。そうすることによって、そのような不安を感じた人々が社会的な活動を大きく萎縮させていくと。でその萎縮効果はですね、やはり少数意見、反対意見を持つ人の方により強く現れるということが言われております。でしかもですね、その社会的な活動自体が、活動が萎縮するというだけでなくて、そのような活動を萎縮させるとですね、その基礎にある考え方、考えること、思考自体がですね、萎縮していくということが言われております。これを憲法的な概念を用いて表現すれば、表現の自由が萎縮する、それに伴ってその基礎にある思想心情の自由まで萎縮するということですね。本来、自由な民主的社会というのは、少数意見反対意見を尊重し、少数意見反対意見に基づく社会的活動を最大限保障する社会でなければなりません。自由な民主的社会であることを我々が求める限り、少数意見反対意見こそ大切にしなければならないわけでございます。社会は多数意見、賛成意見一色に塗り込められてはならないはずでございます。で共謀罪は、先ほど申しましたように、処罰を膨張させ、捜査権限を日常生活の中に広く拡散させ、深く浸透させます。人が他者と共同して行う社会的活動を萎縮させ、それに伴い思考をも萎縮させます。こうして表現の自由を萎縮させ、思想心情の自由を制約することになります。その萎縮効果は、少数意見反対意見の側に立つ人々にひときわ強く現れることになります。これはまさに自由な民主的社会の基盤を切り崩すことに他なりません。非常に皮肉なことなんですけども、まさに自由な民主的社会の基本的な価値を否定する
という点にテロの本質があるとすれば、共謀罪がもたらすものは非常に皮肉なことなんですけれども、テロが狙いとするところと同じなのであります。そのいくつかところはまさに専制国家であります。私は共謀罪は危険に過ぎるというふうに考えます。最後写真を載せましたけれども、少数意見反対意見を大切にする、自分自身がその意見に立たなくてもそのような意見を持っている人、そのような意見を持っている人がいる、でそのような意見に立った社会的な活動がある、そのこと自体はやっぱりお互いに尊重し合う、その姿勢こそ、そのことこそがですね、私たちの社会を専制国家ではない自由で民主的な社会として維持するための絶対必要なことなんだというふうに考えます。で、共謀罪はそれに対する脅威なんだというふうに考えます。どうもありがとうございました。以上でございます。非常に詳細な報告をいただきました。大変ありがとうございました。それではこれから質疑に移りたいんですけども、私の方からいくつか聞かせてください。はい。私のところの新聞社でも、共謀罪いろいろ取材をしててですね、源流をたどるような、はい、なんでこの共謀罪が生まれてきたのかということ、警察官僚やですね、法務官僚の、2000年代のいろいろ条約作るところにかかってきた人、はい、かなり取材したんですけども、やっぱ分かんないんですよね。で、本当の狙い、立法の意思というか、本当の狙いは何なんだというところがぼやけてて、先生、その辺はどういうふうにお考えになりますか。私もですね、その確たる証拠があっていうわけではございませんが、この法案がまず何を可能にするかというとですね、人々とりわけですね、公的な問題に対して少数意見反対意見の側に立つ人々のが他者とこう結びついて行う社会的な活動を行う人々 そういう人たちのですね、日常的な行動やコミュニケーションを非常に広く監視する、で深く追跡すると、そういうことを可能にする、それをですね、共謀罪捜査という形で可能にするところに一番大きな危険性があると思います。でこれまでそこら辺がですね、私はこの法案の一番大きな危険性の一つだというふうに考えますけれども、もしかしたらそのような、非常に広いですね、捜査権限を、獲得するというところはですね、捜査機関の中では非常に魅力的だというふうに感じる人がいるのではないかなというふうに思います。はい、そうですね、なんかそれ推測になってしまうんですけども、そこは本当に分からない、分かるまで取材しろっていうのが取材しなきゃいけないのかもしれませんけども、それは今後もやっていきたいと思ってるんですが、あと、よく言われることなんですけども、治安維持法との類似性という、それはそこまでは言い過ぎだろうっていうこともあるんですけどね、その辺を歴史的に見てのお考えになりますか。治安維持法もですね、可決成立したときには決して一般人には適用しないと、もう本当に強調してたんですね。で、その当時の非常に危険なある種、その当時の価値観からするとある種のテロ的なものに限定してですね、限定的に適用するものだから、一般人には決して、適用されないんだということが強調されていました。しかし結局ですね、それができると、戦時体制の中でですね、数字の改正を経てその適用範囲は大きく広がっていったと、最後は宗教者や平和主義者にまでですね、適用が広がっていったというのは皆さんご存知の通りだと思います。ですからそういう危険性を本来的にこう含んでいる、内在させていると、そういう法案だと思います。だから一回できてしまうと本当に怖いなということですね。はい、で
まあ、衆議院はもう可決しまったんですけども、はいはい、まあ、30時間の、まあまあ、そういう時間が、まあ、超えたからいいだろうということでやったんですけども、前 の、 あの通信傍受とかそのこれは50時間ぐらいとかやってましたよね、はいはい、まあ、時間が長ければいいのかという問題もあると思うんですけど、うん、30時間の審議十分だったと思いますか？いや、全くそうは思いません、うん、それこそ世論調査の結果でですね、十分な審議されていない、十分説明が尽くされていないという意見が非常に大きいですよね、うん、これはそのことを端的に表しているというふうに思います。でしかもその審議の内容もですね、本当にこうきちんと噛み合って実のあるものであったかどうかが疑わしいような部分を多く含んでいます。で例えば今後はですね、例えばその国連の、特別報告官の懸念質問に対してですね、正面からきちっと説明をする、そのような姿勢が求められるというふうに思います。でそれ抜きでですね、やっぱり私はなんていうかな、批判権力を持っている人たち、権限を持っている人たちっていうのは批判された時こそですね、今腕の見せ所といいますかね、 そこでこそ本当にそのなんていうかな、時にどう対処できるかというところに、かかっているんだというふうに思うんですよね。で反対意見を持つ人に対してきちっと、自らの考えを分かるように説明して理解を得るような努力を放棄してしまっては、まさにそれこそですね、専制国家を生み出すメンタリティだと思うんですね。うん、私は共罪法案の審議の過程の中にですね、あるいは今回 の、 国連の、特別報告官の回答要求に対する日本政府のかっこつきの抗議の中にですね、そのような、先制国家をの土壌ともなり得るようなメンタリティを、感じないわけではありません。はい、はい、ありがとうございました。じゃあご質問を受けたいと思います。挙手していただいて、所属を言っていただいて質問していただけますでしょうか。どなたか質問ある方でしょうか。じゃあどうぞ。今日どうもありがとうございました。九州の西日本新聞の、論説委員してます大西と申します。今の3つ目の質問にちょっと不足するような感じの質問になりますけれども、一番最初に共同通信の世論調査の例を挙げていただいたんですが、実はこの前の世論調査では微妙、わずかながら賛成の方が多かった、うんうん、でさらにそのもう一回前の世論調査では反対の方がわずかに多かったということで、まあ、ある意味では先生は少し反対が今度は多くなったという評価をされてましたけれども、非常に拮抗している状態が続いているというふうに思ってます。で数は少ないんですけど、本社の若い記者たちが、福岡の天神というところで、街行く人たちにこの件を聞いて、で特に賛成の方にですね、どうして賛成なんですかというようなことを聞いてくれたらですね、ほとんど9割ぐらいの人がですね、よくわからないけど賛成だと、テロ対策ならいいんじゃないかと、から五輪のためだからいいんじゃないのというようなことで、まあ、よくわかってないけども賛成という人が非常に多いというような、まあこれ数が非常に少なかったんで大きく取り上げるわけにはいかないかもしれないんですけれども、ちょっと一定の傾向は出たのかなというような気はしてます。で振り返ってみれば2年前の安保法制の時に比べると、いやいや関心がどうなのかなという感じも実際に原稿書いててしてるんですけれども、で質問なんですが、先生はですね、そういう、これまでの国会の審議状況とかですね、から新聞の報道とかですね、ご覧になってて、この共謀罪の、
審議や報道でですね、ここが足りないんじゃないかとかですね、ここをもうちょっと詳しく、審議したり、あるいは、新聞報道をしたすれば、このよくわからないけどというような部分が減っていくんじゃないかと思われるような部分があれば、ちょっとアドバイス、我々報道に対するアドバイスも含めてですね、お考えを聞かせていただければありがたいと思います。ちょっと長くなってすみません。はい、どうもありがとうございます。非常に難しいご質問をいただいたというふうに思います。確かに私もですね、だんだん賛成が減って、むしろ反対が増えているのは、最初にドーンと出ましたですね、テロ対策だと、オリンピック・パラリンピックのためにぜひ必要だというような、ある種呪文がですね、だんだんこうその効果が、弱くなっていったと。で、少し報道をされたものを見ると、本当にそうなのかっていうところに、知れば知るほど疑問をですね、持つようになる人が増えていった、その結果でないかなというふうに思うんですね。だから議論が広がれば広がるほど反対は増えるというですね、そういうことなので、報道がですね、この問題についてより広くかつ深くなされていくことによってですね、私はむしろ反対が増えていくんでないかというふうに理解しております。で、確かに例えば安全保障法案と比べて社会的なその広がりが弱いというのは認めざるを得ないと思います。それはあれに比べてもですね、ある種ある意味こう法律の技術的な側面を含んでるんですよね。ですからそういう点では理解がしづらい点があるんですけども、やっぱり私はまず第一には期待したいのは、この包括的な共謀罪立法によって捜査権限が劇的に広がってですね、私たちの日常的な行動やコミュニケーションが監視される、追跡される、その可能性が非常に広がるということで、それによって私たちの社会的な行動であるとか、あるいはその基礎にある考え自体が萎縮してしまうということで、そのことの問題ですね。それは決してですね、反対意見や少数意見を持つ人だけの問題じゃなくて、いわばこの社会から活力が消えるんですね。そう思います。なんていうかな、こう自由に考えて、その考えに基づいて行動する。最近私ニュースで見たのが、ビジネスローヤーたちが反対意見を出しましたね。この共謀罪ができると新たなビジネスチャンスをつかもうとするような活動が萎縮していくだろう、あるいは企業に対して消極的になっていくだろう、いやそう思うんです。で、今まさに日本に必要とされているのは、規制の枠組みを超えて自由に発想してですね、世界のグローバル化の中で世界の人たちと、自由にこう交流しながら結びつきながらいろいろなことにチャレンジしていく、そういうことだと思うんですね。で、それをですね、結局は妨げることにならないか、それを恐れますね。で、一方で若者に対しては起業しろとかね、スティーブ・ジョブズを目指せみたいなことを言いながら、他方でこういう監視をと追跡を広げていく、その少なくともそうなるかもしれない、その対象になるかもしれないという不安を広げていくようなものをやるというのは非常にこう矛盾を感じます。で、社会全体の活力を削ぐことにもなるだろうというふうに思います。で、ちょっとすいません長くなって、例えばですね、これ私ある人から
高齢の方から伺ったことですけども、いや自分自安全保障法制が、ね、問題になってた時に、あの自分自身はそれには賛成だけども若い人たちが反対の意見をああいう形で正々堂々正面から表明している姿にはあの感激したと、でまた力強さを感じたということですね。だから自由な民主的社会の活力というのはそういう中から生まれてくるんだというふうに思います。そういう形であの社会が成り立ってこそ自由な民主的社会が維持発展できるんだというふうに思います。で共謀罪というのはそれをですね、あの強く妨げることにならないかというところに強い懸念を持っています。ありがとうございました。他にご質問はいかがでしょうか。どうでしょう。私の方がちょっと、はいはい、あのまあ、これは包括的にその共謀罪というのを、まあ、いろんな犯罪に277犯罪に乗っけるわけですよね、はい、それによってその、まあ、刑事司法の手続きがどのように変化していくのかっていうこともちょっとお聞きしたいんですけども、これもあの推測ですけども、あの一定の根拠のある推測だと、まあ、私はその専門家ですのでその立場からですね、考えますといろいろな形で変化が生まれるというふうに思います。一つはあのやはり一方であの共謀罪の立証しようとすると、まあ、捜査をして立証しようとするとですね、あの、自然的にですね、あのその団体のメンバーの供述が重要な、証拠になるだろうというふうに思うんですね。とだからこれまでのこの間の刑事司法改革の流れとしては、その捜査段階の供述にできるだけ頼らないで、むしろ客観的な証拠であるとか公判の中での公判って公開の法廷の中で、なされる裁判官や裁判員の面前でなされる供述を元にして、事実の認定をしていこうというふうになっていましたけれども、あのその方向がにむしろ逆行するものでないかというふうに思います。でしかもそれがですね、あの協議合意制度と結びつくことになると、この協議合意制度というのはですね、やっぱり検察官の訴追裁量権、あの日本の検察官はあの起訴するかしないかをどんな犯罪についてもほぼ無制約に裁量で決められるんですね。有罪の証拠が十分あっても起訴しないでいいわけで、起訴猶予にできるんですね。で実際起訴猶予っていうのは非常にあの積極的に活用されています。一般刑法犯、あの刑法が犯罪としている犯罪のうち、交通犯罪を除いた一般刑法犯のうち、起訴されるのが大体4割、起訴猶予が4割と、であの嫌疑なしと証拠不十分というのが大体20% 程度だ、起訴されるのと同じくらい起訴猶予にされてるんですね。でその訴追裁量権に基づくもので、でこの犯罪事件をどのように法的に処理するかというのを検察官がもう決めてしまう、その権限をさらに一層こう広げる、実質的に広げる、強化するような制度なんですね、この司法取引協議合意制度ってのはね。そうすると何て言いますかね、こうあの犯罪についての事実の認定やその処分の決定というものを、透明性の高い公開の手続きの中で、行っていこうというのが、むしろこの間の司法改革、刑事司法改革の方向性だったように思うんですけども、裁判制度なんてのはまさにそういう中で生まれたものだというふうに思いますけれども、その方向にまた逆行していくことにならないかなというふうに思います。ですから刑事司法の、いわばこう力点がですね、あの捜査でなくて、裁判公判の方に、シフトしていこうというような大きな流れがこれまであったんですけども、
やっぱり共謀罪に関して言うとそうはならずにですね、むしろ、捜査範囲がぐっと広がり、でかつ、そこで供述を中心にした捜査がなされですね、で警察官の訴追裁量の中で、実質的な処分が決められていくというような、逆の方向になっていくような気がします。はい、私はなんて言いますかね、グローバル化とか IT 化が進む社会の中ではやっぱり必然的にですね、なんて言いますかね、ある決定をしたときにその結果でもって合意を調達するっていうのが難しくなって、やっぱりどう決めたかっていうそのプロセスが一層重要になってくると思うんですよね。透明性の高い公正な手続きを経てこう決めたんだからみんなそれに従っていこうじゃないかっていう、そういう方向にやっぱこうプロセスの、透明性や公正さを強く求める社会へと変わりつつあるというふうに思ってるんですけども、なんかこう共謀罪っていうものが生み出す、刑事手続きっていうのはそれにこう反対の方向を向いてるのでないかなという気がします。うん、はい、ありがとうございます。他にどうぞ。個人会員の土屋と申します。包括的な共謀罪はおかしいというのは非常に説得的で、私も全くその通りだと思います。そこでですね、仮にこの法案が修正されましてね、この成立要件のテロリズム集団その他の組織的犯罪集団のところがテロリズム集団になってですね、それで適用される犯罪が277じゃなくて、まあ、110でも多いとおっしゃいましたが、もう少しその絞り込んで、テロ犯罪に関わるもっと革新的な部分のような法案だったらいかがでしょうかということです。というのは最近のやっぱり IS とかなんとかのテロを見てますとね、ソフトターゲットに向かって爆破犯なんかが行くっていう、ああいう犯罪はなかなか実行段階に入っちゃってたらもう阻止できないですよね、現実の問題として。ある程度計画段階で多少はその捜査当局にもですね、早期のところでいろんな情報収集なり何なりするようなあれを与えておかないと。それで日本はまだ確かに来てませんけれども、何とも言えないですよね、もうまあ、オリンピックだけでなく、それで今までの法案なり何なりで、十分なのかどうかという、多分そこに一般の人のかなり不安感があって、その賛否が拮抗する理由の一つかもしれないと私は思うんですが、そこはいかがでしょうか。はい、どうもありがとうございます。非常に的確なご質問をいただいたというふうに思います。まず第一に少なくとも国際社会においてテロ対策の枠組みは今回この 法案の提出根拠とされた、国際的組織犯罪対策条約、処罰条約、TOC 条約、パレルモ条約の系統ではなくて別のテロ対策の系統がちゃんとあるんですね。で先ほど申しましたように、その5つのテロ対策国連条約、8つの国際条約をすべて日本は批准しておりますし、それに伴う、テロ対策の国内法的な整備を終えています。で先ほど具体的な例として示しました2014年のちょっとそれ戻しますね、テロ資金、どうですか、これですね、テロ資金提供処罰法の改正によってですね、テロ目的の資金、土地、建物、物品、役務、その他の利益の提供を包括的に処罰することが可能になりました。
で、先ほども例に挙げましたように、不正な目的を持ってですね、銀行口座を開設するとかゴルフをするとか、そういうことでですね、もう詐欺罪や住居侵入罪が、認められるような非常にこう広い範囲、まあ、それはちょっと行きまして、例えばこのテロ資金提供処罰法の改正でここまで処罰範囲を広げているんですね。で、果たしてまださらに足りないところがどこなのかっていうのを、そこを具体的に指摘して立法を進めるべきだというふうに思うんですね。で、そういうやり方こそ取るべきであって、それはこの法案の対象をさらに、少なくするとかいうようなものじゃないと思います。で、もしですね、なんていうかな、例えば人身売買に関わるようなものがまだ早期処罰が十分でないというのであれば、その組織的な人身売買についての予備罪を処罰するような部分的な法改正をするというようなやり方でやっていく方が、むしろですね、結果的には的確な対策ができるのではないかなというふうに思います。で、だから本当の意味での効果的なテロ対策っていうのは、こういう包括的な共謀罪立法によって行うのではなくて、そういう現実的な必要性に、で、今現在どこまで可能になっているかということを正しく、みんなが理解した上で、具体的に足りないところはどこかというところを明らかにすることによって始めていけばいいんだというふうに思います。よろしいですか。はい、どうぞ。個人会員の川北です。先ほどの前の質問の方でですね、日本ではすでに検察によるですね、基礎便宜主義が相当広範に行われているということだったんですが、それで共謀罪が成立するとね、その基礎便宜主義はさらに進んでいくということになるんですか。あるいはですね、それは共謀罪に関わる分野だけのことであってね、だけではなく、それ以外の分野においてもそういったことがさらに進む危険性があるのかということですね。先ほど基礎便宜主義の話をしました。どうもありがとうございました。鋭いご質問だというふうに思います。先ほど基礎便宜主義の話をいたしましたのは、共謀罪がもしできると、おそらく捜査主の中で協議合意制度の対象がさらに共謀罪をかなりの対象をかなり広くカバーするような形で改正され、それが積極的に活用されることになるだろうというふうに考えております。で、その協議合意制度、司法取引というのはまさに検察官の、訴追裁量権の上に成り立っているものなので、その協議合意制度の積極活用というのが、検察官の訴追裁量権を実質的にですね、一段と強化することになるだろうというような趣旨でお話しいたしました。で、共謀罪とは全く別のところで、現在検察官は訴追裁量権を使いまして、かなり再犯防止のためのですね、積極的な処遇を検察段階でしていこうというような動きが広がっております。で、それを積極的に支持する意見もかなり広がっております。で、それは考えようによってはですね、本来裁判所が有罪を認定して、処遇を決定する、その権限をですね、検察官がいわば、起訴段階に先取りしているというようなものなんですね。そういう動きも別途、共謀罪とは別途ございますので、そこら辺が機をいつにしてですね、共謀罪については、司法取引の積極的な活用という形で訴追裁量権の実質的な効果が、もたらせる、強化がもたらせるのではないかというふうに考えたわけでございます。以上です。はい、はい、どうぞ。個人会員の村野と申します。先生はこの法律ができると、まあ検察段階のところでの司法取引とかそういうことをお話になりましたけれども、もっと市民にとっては身近なですね、警察の段階ですね、
でこれはですね、仮にこれが法律が成立したら、まずこの警察は何をするかと、例えば公安の周りさんを増やすとかですね、そういう一般警察官に教養講座を開いてですね、思想の取り締まりというものを徹底させるとかですね、うん、その点はどうお考えになりますか。ありがとうございます。その通りだと思います。先ほど申しましたように、できるだけ早い段階で検挙しようとしたら、相当早期の段階から監視と追跡をしないといけないわけですね。だからその範囲っていうのはすごく広いもの、まあ、疑いを根拠に、捜査が始まるわけでございますけども、早期の段階で、計画準備の段階で検挙をしようとしたらですね、非常に広い範囲で早い段階から監視を続けていく、追跡をすると、そうやって、計画に参加したのでないかと疑われる人たちの日常的な、行動をですね、継続的網羅的に捕捉する、そういうような捜査が広がっていくというふうに思います。でそういう捜査を踏まえて、次の段階で、通信の傍受が行われるとか、さらに、一部の人を逮捕して、拘留して、司法取引の段階に行くとか、まずなんていうか、非常に広い範囲で捜査が行われますね。でその一部が、次の段階、強制処分の段階に至りますね。でさらに起訴する段階でまた限定されていく。だから一番裾野のところっていうのは、私は非常に広いものだというふうに思います。そうやって広がるとですね、実際にその対象になってなくても、もしかしたら僕対象になってるのかなとかね、こんなことすると捜査疑われて捜査されちゃうかもしれないなというような不安はより一層広がると思うんですね。私はそれが持っている萎縮効果を問題視しているわけでございます。ちょっとうまく答えられませんけども、以上でございます。はい、ありがとうございました。他によろしいですか。じゃあちょうど時間になりましたんで、ここで終わらせていただきます。先ほど控室で、記号していただいたのがこの真という一言です。ちょっとコメントをいただきましょうか。はい、私の目から見ますと、実はこの教材法案についてもそうなんですけども、世界の中で不信と敵対が広がっているように思うのです。それが人々の関係を、切り離して社会を分断することにつながっているように思います。そうでなくてですね、やはり人々が本当にこう信頼し合う、そして、友愛の関係を作ることによってこそですね、こう本当の平和が得られるんだろうと、いうふうに考えました。そういう意味で今回は真という言葉を書かせていただきました。以上でございます。はい、ありがとうございました。じゃあ先生、これ記者クラブからの記念品です。どうも本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。